ビールが飲みたいな。なんかいいお店ないかな。ほう、あ、天満にめっちゃ美味しいお店があるらしいんで行きたいと思います。あ、すいません。今日は天満にある、何だったかな、酒のください、ビールが飲める美味しいお店が天満にあるそうなので、早速行ってみたいと思います。それでは行ってきます。到着しました。酒の奥田さんです。なんと禁煙の立ち飲みということで、タバコを吸わない私としてはありがたいです。え、おでんと天ぷら50円から、やばいな。この看板に惹かれて早速行ってみたいと思います。行ってきます。今日はですね、お隣に常連さんがいらっしゃったので、常連さんおすすめの料理を2品注文しました。楽しみに待ちたいと思います。まずはメニューから紹介します。ドリンクメニューがこちらです。なんとなんと大瓶が380円というお得価格です。もちろん大瓶を注文しました。他にもこのような感じで種類がたくさんあります。あとは揚げ物メニューがこちらと、お作りもこちらにございます。日替わり作りや煮物なんかもありますね。料理もめちゃくちゃお安くて、おでんのこんにゃくはなんと50円からあります。50円、なんといってもめちゃくちゃメニューが多いです。値段はこのように分かるようになってます。この串で注文した料理ドリンクの金額が分かるようになってます。これが500円。これ1本50円。あ、へえ。これが1本50円。これが、じゃあ、500円かな。300円ちゃう。300円、うん、あれ100円ですか。多分100円ちゃう。全て立ち飲みスタイルのお席になってまして、めちゃくちゃ忙しいんですけど、めちゃくちゃ料理の提供が早いです。もう届きました。本日注文したメニューはこちらです。まずは大瓶のビール380円、そしてこちらが野菜とエビのかき揚げ、こちらで250円です。常連さんしか知らない出汁かけバージョンで、おでんの出汁がしっかりとかかってます。そしてこちらがこちらのさえずりです。こちらで500円です。さえずりって何だと思いますか。後ほど紹介します。春バージョンのパッケージの朝日、まずいただきます。それでは今日もご自宅で飲まれてる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。常連さんしか知らない出汁かけバージョンのかき揚げをいただきたいと思います。見るからに出汁がひたひたにかかって美味しそうなかき揚げになってます。まずはこのまま出汁バージョンでいただきたいと思います。出汁かけということもあって、天ぷらの香りと出汁の香りがめちゃくちゃします。わ、すごい、出汁がすごいですね。ちょっと天ぷら出汁が存分で、それではいただきます。だしに溶けて油が溶けて美味しいです、うん、天ぷらの上におでんのだしが、すみません、だしが出た。天ぷらの上におでんのだしがかかっているので、また天ぷらがこう柔らかくなって、口の中であのとろけるように広がります。いやー、今来れてラッキーでしたね。じゃないとこれ教えていただけなかったですからね、うん、ななみさん、いや七味やろ。
げたいと思います。じゃあ七味をたっぷりかけた、おっとっと、ポンも引き上げ自体には野菜の甘さ、旨味がすごい出てるんですけど、七味をかけることでちょっとピリッとさも入って最高ですね。ビールが進むわ。本当にビールの代金380円っていうお店も今なかなか少ないので最高ですね。続きましてクジラのさえずり500円です。生姜醤油でいただきます。舌のことです。なのでクジラのさえずりなのでクジラの舌になります。焼肉屋さんでタンはよく注文するんですけど、クジラの舌は初めてです。じゃあこちらを生姜醤油でいただきます。人生初のクジラの舌をいただきます。食感は柔らかいんですけど、食べた感じがすごい 甘いです。いや、なぜこんな甘いのかなと思ったんですけど、油の甘みだそうです。いや、思ってたクジラと違いましたね。うん、酒が進むクジラや。舌なので薄く切られてるんですけど、この薄さでも甘み、旨味がすごい出てます。これをチミチミ食べながらビールチミチミが最高ですね。お疲れ様です。水玉ねぎでいただきたいと思います。うん、こりゃ合うわ。はい、オッケーに、ありがとうございました。オッケーに、ありがとうございました。ごちそうさまでした。食べ干しました。ごちそうさまでした。1130円でした。ごちそうさまでした。本日はこちら天満にある酒の奥田さんに行ってまいりました。常連さんしか知らないおすすめのメニューも聞けて最高の時間を過ごせました。ありがとうございました。ぜひ皆様も天満へお越しの際は酒の奥田さんに行ってみてください。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。